Take.こんにちは、岸です、今回はですね、東大ゴルフ部強化プロジェクトの一環として、私ちょっとコーチの方をさせていただきまして、ありがとうございます。はい、はい、今回はですね東大ゴルフ部 OB の小林和さんと一緒に、はい、東大生の、ラウンドをちょっと解説していこうかなと思っております。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。その説ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。はい、岸添プロにね、はい、このうちの可愛い後輩をね、はい、見てもらってチェックしてもらって、まあ、その部の強化にしようという、はい、まあ、趣旨で、はい、いつだったかな、7月の何日でしたっけね、3日だったかな、確かね、日曜日に、はいはい、来ていただきまして、やりました、はいはい、なので、まあ、ちょっとね、少し長い映像にはなっていくと思うんですけど、うん、どんどんね、いろんな、まあ、いいとこ悪いとこ結構あると思うんですけど、まあ、そうですね、はい、はい、皆さんにもちょっと見ていただきたいなと思っております。うん、はい、それではちょっと始めたいと思います。これはあれですね、11番ですね、うん、ね、これは2年生の山崎ですね、はい、山崎君ですね、うん、まあ、ちょっと左に少しかけた感じですかね。で、これが、ああ、これはあれでね、足立くんですね、4年生。足立くんですね。ルーティンも、後ろからしっかりと。うん、この、まあ、スイングのチェック、このゆっくり揺らすっていうのは結構ね、いろんな選手がやってると思うんで。ちょっと後ろからの映像なので、これクラブは何ですか、スプーンですかね。スプーンですね。来た。これちょっとね、引っ掛けたんですね。ちょっと気に入って曲げた感じがします。ちょっとね、フェードを打てるような動きをしてるんですけど、うん、なんか本人曰くちょっと引っ掛けてる状況が多いと。うんうん、僕もちょっとこの時点では、はい、まあ、もうカメラ僕全部撮ってるんですけど、はいはい、フェードをきちっと打てるようにっていうのは、うん、まあ、ちょっとコースも狭いですよね、まあ、左側がまあちょっと OB になってるんでこれ2球目もねちょっと引っ掛け気味だったんですよね、うん、まあ、ちょっと僕にはね少し 上半身指導からのなんていうかなリードかなっていう感じに見えて、タイミング合わないときに曲がるかなっていうふうには見てるんですけど、で、これはですね、セカンドなんですけど、はいはい、僕はちょっとこの左から曲げたいと思ってたんですけど、うんうん、ちょっともうクローズスタンスで、だからもうクローズで下りっていうのは、ね、フックかけたいわけですね。まあ、今の立ち方だとちょっとね、もうドローイメージで狙ってる感じですけど、うん、あそこだとなかなか難しいですよね。そうですね。で、山崎君ですね。まあ、ちょっと右の方に、ちょっと奥の方かな。は捉えた、ね。まあ捉えた感じですね。まあ彼はだけどね、本当、はい、ちょっとつなく来ますよね。はい、で、ね、これも右に出た。そうですね。これちょっとまあ最初のボールが出てたんで、うん、もう1球と、はい、はい、ったんですけど、やっぱりちょっとオープンに構えてないんですよね。クローズになるんですよ、うん、ね。やっぱりその流れとしてはもう右に左にこう、どうしても斜面の内訳ができてないなと、ね。ちょっとやっぱりね、ラフもきついんで、しっかりとね、はい、これは、まあ、次の方ですね。これはパー3ですね、はい、パー3、12番ですね、はい、ちょっと距離長めの195ヤードぐらいだったと思います、はい、確かこれね、ちょっと右の方に出てます、はいはい、これピンこっちなんですけど、右の方にちょっとスタンスがね、ちょっと右に向いてたかなと、うん、はい、
なので、まあ、そのまま打っちゃうと右に行ってしまうと。はい、これは藤田ですね。藤田ですね。これね、見てもらうと分かるんですけど、はい、ティーグラウンド右向いてるんですよ。なので、彼も右向いてます。これちょっとわざと、ね。まあ、どういう球で打つのか。そう、フックになるのかと思いけば、ただ右にちょっと、まあ、そのまま。これはだけどね、もうこのホールは左の手前に悪くても置いといて寄せ1で、サクッとパーで抜けたいホールなんですよね。これ、行くと分かりますけど、もう、木なマウンドがグリーンの中央に。右に乗せちゃうと、もう、スリーパットになってしまうので、足立君は、はい、ちゃんとこれ、いい方向に立って、はい、いい方向に向いてます。ティーグラウンドに惑わされずに、OK なんですね。ただまあちょっと引っ掛けそうだなっていうのがさっきのホールからちょっと続いてるんで引っ掛かんないようにちょっと手離してねやったんですけどやっぱ距離が足りなかったなと。まあだけどあそこはまだチャンスあるんですよね。パーチャンス寄せれば、はい、まあこれですね。まあこの辺をねきっちり寄せられるようになってくるといいですよね。さあじゃあこれはどうですか。はい、ナイス。ああ、いいところですね。まあ、こういうところがやっぱりこう何スコアを落とさない形としてはもう本当パーを拾っていくっていうのが本当短いアプローチをきちっとやっとく。そうだ、山崎君なんかもこのぐらいのをねやっぱり拾っていければまあいいですよね。だからまあ多分難しいところですよね今。そうですね、マウンドが超えて、はい、うん、だからもうあそこに打ってしまうとまあちょっとなかなかパーセーブ難しいですよね。いるのかね、ああいうので止めようと思うと。はい、これがちょっとグリーンの外からですけど、これはでもやっぱここ、うん、あそこからだと思うね。まあ、ジャストじゃない？かなりのスロープなんで。見えない。まあこれでも上手い方ですよ、あそこからだったら。相当上手い方。パッティングはちょっと藤田君とかね、うん、結構いい今練習してるんで。これはどうだ。まあちょっと突っ込みきれないですけどね、どうしても。はい、で、これが、で、これが次のホールがね。ちっちゃったのかな。池のあるホールですから、こ、あ、この同じホールですか。14番、ね、14番かな。これもだから右の池がプレッシャーに視覚的には入るんですけれども、はい、まあ実際にはね、さほどでもないという。そうですね、まあ、昨日ちょっと右上あたりをちょっと狙うっていうのが、うん、まあ、ドライバーとか、まあ、そうですね、スプーンでも全然、OK、まあ彼はね、これドライバーですか。ドライバーです。ドライバーね、はっきり言っていらないですよね。そうですね。距離的にはちょっと、あ、だからもうトップだね、これちょっと置きに行ってトップしてしまった感じで、体が起き上がって、はい、でまあ、ちょっと木に当たっちゃった感じですね、これね。だからこんなのもう本当彼なんてハイブリッドでちょんと打っとけばもうショートアイアンですよ。まあ、セカンド多分残らないですね、400ヤードぐらい、うちの方で行ったのかな、377の方で行ったのかな。だからなんか ここまでね、10番、11番でこれも短いパー4なんですよね。だからこの辺りでやっぱりまあパーもしくはバーディーで行ってほしいなというのはあるんですね。ここもまあそんなにグリーンに乗せるのが難しいホールだとも思えないので、うん、これ結構際どい右の方に、うん、だからこんなにリスキーに打つ必要は全くないってことですね。これでね、池に入れてたらもうこれかなりね、後ろから打たなきゃいけないじゃないですか。もうほとんど残ってないですけどね、あそこまで行っちゃうと、うん、だからね、ここはね、ちょっと攻め方考えないと、はい、山崎君はもう、はい、まあ、明らかにこうね、うん、短いのを選択しました。だからこの辺のなんていうかな、もうスルッとパーでね、切り抜けていく力を本当ちょっと木津さんに教えてほしいですよね。うん、まあ、ちゃんとね、こう地図の中にこう距離感でこう線引いていくと大体ね、その何番で打てばいいかっていうのが大体決まってくるんですけどね。まあ、これも天ぷらだけどね。まあだけど、はい、これ左目にちょっと打ったんですけど、うん、まあそうですね、さほど距離は残らないんですよね。まあ、要はあのぐらいでもグリーンには届くってことですね、次の150、まあその程度の範囲ですね。まあ、これセカンドです、ね、セカンドです。これはうまく打ってますね。もうこれちょっと右の手前のバンカーにちょっと落ちたかなと。はい、彼としては結構距離が長かったですね。まあ、うまく、そうですね、ピ
ピンの、うん、これはバーディーチャンスとかもバーディー取れそうです、ね、はい、近いポジションもだからもうこれでいいじゃないですか。まあそんなにティーショットここ無理することはないなと思って、スリーウッドかハイブリッドか で、うん、でぐらいで200に30打てばもうまあまあいいとこ行く。普通に打てばあの木ぐらいの高さはね、そうそう超えていくんで、あの木の上にきちっと狙っとけばいいだけなんで、これも綺麗に、はい、寄せてきたんで、まあ、入れればパー取れちゃうんでね、うん、これが藤田君の3打目。3打目ですね。セカンドはちょっと映ってなかったんですけど、彼はあれなんですね、ストロンググリップなんですね、かなりのストロンググリップで、これはちょっと砂の量を調整するのはちょっと難しいかなっていう。でも綺麗に打ちましたね、うん、でこれぐらい残っちゃったと、まあ、結構いっちゃってますねこれね、うん、ちょっと怖いね、あのバンカーショット見て。でもゆっくりでしたね。まあ、でも最近やってるパターンのストロークはね、うん、あのいいですよ。それこの間ね、だって、ね、あの規制プロに習いに来て、だからスタートとかやっぱりストロークがだいぶゆっくりになったっていうのはなんか分かってもらえるかな。いや、かなりね、彼はね本当に吸収してますね。いい素質を持って、もうあのコツをつかめば爆発力を秘めてるから、うん、本当に藤田君は期待してしたいですよね。うん、で足立くんもね、本当にあのいいもの持ってますよ、すごく。さあ、これは決めるのか、バーディーパットは。どうでしょう。おお、ちょっと弱かったのかな、どうなんですかね、届いてないっていうことは。まあ、だけどあれはね、外れる時もあるので、はい、まあ、別にここでね、悔しがることもないし、まあ、もう淡々といってほしいですよね。ここはもうちょっと戦略をちゃんと立てていけば、うん、チャンスは何回でも来ると思うんで。もうしっかりパーセーブ、はい、ナイスパーですね。ナイスパーですね。彼のこの淡々さがやっぱりいいんですよね、山崎君は、はい。そうですね。うん、すごい落ち着いてますよ。はい、まあ落ち着いてね、決めましたと。しゃあ、おっと、これは山崎君の、どこだこれは。はい、右綺麗に。おー、そうですね、はいはいはい、ちょっと少しこれあれですね、パー3ですね。17番あるから、もしかして多分17番じゃないかな、レダングリーンのこういうじゃないですか、15? 多分ね、これ17番じゃ、あ、これ違うか、あ、これドライバーで打ってるね。はい、違いますね。パー3じゃないのか。そのまま行くと15万だと、なんかちょっと。そうそう、ディボット取っちゃダメだね、すぐにで。まあ、これ彼がね、スイングは吉田監督だったのって、で、まあ結構あの、なんていうかな、膝の屈伸を使ってというか、左の膝をピッと伸ばして、あのスピードアップする方法はかなり自分のものにしてきてるんですよね。うん、そうですね。で、まあ、ちょっとドローがちょっときつくかかっちゃう時があるんで、そうそのあたりがうまくできるようになると、まあ、持ち球としては安定するなとは思ってるんですけど、ね、うん、うん、いいよいいよ。左の腰がね、どかない時があるんですよね。左の腰がそのまま、うん、あの平行なままあの足伸ばしちゃう時は、はい、体止まって引っかかるんですよね。まさにちゃんと目つちをね、はい、これ、ね、やってきてくれてるんで、素振りで目つ、あのダメ、素振りであのめさっきのターフ取ってる場合じゃないです。これはちょっとこの癖は直さないとダメですね。ちょっと今のがちょっと OB っぽいで、彼はね飛ぶ、まあちょっと勢いはこれ相当軽く打ってますけど、彼振ったら相当飛びますよ。だからね、このコースには彼の飛距離はいらない、はい、だからあの本当に彼は230ヤードをもう 95% か 100% ぐらいもう狙ったところに置けるクラブを作っておけば、このホール、はい、このコースはね、もう本当に変なパープレーでもありますよ、ね、はい、セカンドですね。あんまり距離ないんですよね。そう、ここはね、そう、距離はね、あのこれインコースなんですけど、
まあ、ちなみにカレドニアなんですけどね、コースは結構短いです。でここもね、右に外しちゃダメなんだよね。これはこういうあの右から左のスロープだから、ここね、やっぱりね、左の手前とかにきっちりやっぱり外しとかないと、右の手前じゃ、まあ、うまく寄る場合もあるけど、技術的に言ったらね、ちょっと。おー、ナイスアプローチですね。これはサードからだから、これは多分もう寄るんですよ、こっからだったら、うん、まあ、左目の方ですね。そう、これはただのもう本当普通のボールのアプローチなんで、うん、もうちょいだね。そうですね、もうちょっと攻めきれてない。どうですか今の。もうちょっとなんかこう雰囲気ね、なんか距離感によって出さないといけないですよね。彼はちょっと今彼は内戦。